よいしょ、これでやったら相当だよ。これだけやったら相当じゃない？せーの、よいしょ。言わなかったけど、あの今日小学生来るんで、そうだね。いや今ちょっと今考えながら。縦も入れなきゃいけない。縦も入れなきゃいけない。大丈夫？これ通してからじゃない？敵屋さん。これ豆腐。分かった。これぐらいでちょっと横の方に置くな。180円。そうか、お客さん用は大きく書いておきましょう。うん、いいですね。これは多いやつだ。で、私安くしてね。相手見て値段決める。そうそう。そう、これが250円。これはいくら？そっちの方が手間かかってるから。え、でも小2個で250円って。これが2個。2個入ってる。2個入ってて。うん。パックと勘違いしやすい。勘違いしやすいよね。俺は1個入りにしてだって。そうそう、2個入りでしょ、2個250円だよね。2個入れて、俺勘違いするよ。なるべく大きくお願いします。そうね、大きくね。下テーブルにあればいい。ありがとうございます。ありがとうございます。似てるね、お父さんと。これつけると違います。全然違う。もう、あ、本当ですか。すごい、こう、こんだけなんだ。これ新物味噌？そうでしょ。おはようございます。いかがですか。今年今度はね、ね、うちの味噌どうなったろう。今日だよね。今日ですよね。何日？今日じゃ、それ大丈夫だよ。大きくってくっつけるんだ。これが良品入れてる。いいやつ。いいやつ。もう並んでいいの。いい豆を。ダメだよ。割れてるやつもあれば、ここにポンって。ポンってる。そう。傷ついたり、黒いやつ、色がついてたり。割れてるとかね。味噌はちょっと勘弁してください。美味しかったから。これが納豆になってるよ。だからちょっと大きいけど、すごく豆の甘みが美味しい。甘いってことですか。食べてみて。あの、よかったらね、食べてみてください。毎年やってますから。もうすぐ2歳ね。え、去年赤ちゃんだった。そう、去年赤ちゃんでした。美味しい。美味しいですか。美味しい。美味しい。お兄ちゃん。去年赤ちゃんも一緒に来たんですよね。そうなんだ。去年も来ました。ね、大豆好きかな。大好き。ね。美味しい。それでこれで。今日はね、みんな作ってる途中の映像が。一緒にやろう。そうださ。これ？これは300g、こっち1kg。だから3倍ぐらいの水入れて、水田に行ってもらって、ポタポタポタ。どういうこと？はい、はい、はい、やってみてください。はい、ありがとうございます。キラちゃんが何するか分かった。
これ20だった。今20って当てて。そうそう、20なんです。20買われるっていうことで。あ、いいですよ、ご主人さんの分も食べてください。毎年見えてるんだそうです。大きいんですよね。納豆もすごい美味しいですもんね。どちらからお見えですか。川崎。ありがとうございます。もうリピートが結構多くて、本当に。ほんで、あとは中でも買うんで。小分けにする袋はいらない。どこだっけ。お金はどこだっけ。ありがとうございます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 。はい、ありがとうございます。ずっと持つんでしょ。乾物ですね。はい、じゃあ3個ね、900円ね、1000円お預かりね。キュウリをこちらで取れたキュウリだ。キュウリを入れよう。味噌、味噌だ。ごめんなさい。味噌が、味噌が味噌。今日はちょっと防腐剤使わないからね、ちょっと塩辛いんですけど、でも美味しいです。ありがとうございます。おまめにスープしていただきたいですか。納豆系よ、飯食いてる。美味しいですよ、この納豆本当に。ありがとうございます。買っちゃおうかな。買います。はい、煮方一晩水さらして。どう、そんな手間食わないから。試しにやってた。300円で豆の煮方と美味しさは分かります。美味しいでしょ。山の子食べる人じゃないから。その時熱々がいいんだよ。そうだよ、熱々がいいんだよ。実家帰らないとこれが食えないんだけど。めっちゃ美味しい。あと今みんな作ったの納豆とマッサ豆腐。倍から3倍になります。納豆、納豆。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。え、何覗いて、もう今度覗いて。270。どうもありがとうございます。ありがとうございます。またな。離れられなくなっちゃった。また来年行ってるから。はい、どうも。この柿は何。小池さんからです。みんな勧めたから。お客さんにも勧めたから。柿ないんですかって言われそうだ。ですよね。こんな僕ジューシーな柿食べたことない。いや、じゃあすごく美味しかった。食べてごらん。それがお醤油になったり納豆になったり、うん、そうだよ。お醤油にもなったよ。食べてごらん。お味噌にもなるんで。食べてごらん。食べてごらん。あ、消えちゃった。消えちゃったね。特徴なんですね。あ、それがいいって。パパ、これ。キュウリたくさん入ってんね。あれ、これ食べられる？食べられる、食べられる。ますます可愛く見えた。豆しく。お味噌を作ってるんですね。あれ、あれはその大豆が、まあ、作り来週ここの、あの、もう幻の大豆って本当ね、あの、何もただお湯でやっただけですけど、すごくいい味が出て。最近結構ね、話題を読んでて、新聞やらテレビの話題を受けてるんですよ。ありがとうございます。900円いただきましたので、100円に返して。さっき大豆いただいて美味しかったもんね。そうですか、ありがとうございます。はい、あ、恐れ入ります。はい、ちょうどいただき、はい、ありがとうございます。何キロにいたんですかって。6キロ。これ10キロゴマだもん。10キロに入れる。毎年やるからさ、1年で食べてまた来て来年も。たくさん煮て、それで食べきれなかったら、あのおつゆを切って冷凍室。冷凍、うん、そしたら食べたいとき、だから小分け。もう顔がみんなごめん。600円でいただきました。1000円あったり。おいしい。
味しいでしょ、はい、その辺の畑で私たちが作りました。すごい大豆大豆、うん、そう、お醤油とかね、お味噌になる。うん、これ。懐かしいね。今高級品なの。行って、うん、お皿に入れて、うん、これが夕飯だよって。ああ。抵抗になります。そうそう。え？じゃあこれご主人の納豆、納豆2個買えると500円。大豆も持ってる？そうですね。はい、じゃあ大豆1個で、そうすると全部で800円ですね。あ、俺が？ホクホクしてたでしょ。あ、ありがとう。じゃあ1000円お預かりね。一回食べてみたら分かるかな。どうすることも OK、 300円、200円お返しね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これ買ってそうです、これただの水だけでこれだけの味に出てます。これ作り方も全部入ってますんでね、参考にしてみて。これ何にも味付けしてないのよ、ただ豆だけの味でこれだけ出るんです。 100g ください。はい、ありがとうございます。じゃあこちらにね、作り方も出てますんでね、あの参考にしてやってみてください。美味しいよ、これは美味しいんだから。これくるとバリバリ元気になっちゃうからね。ありがとうございます。バイバイ。何個豆何個いや10個ぐらい12月7日まで持つ。冷凍してるっても納豆は美味しく食べれます。そう、冷凍して600円の返しです。登ってないのみんな。大豆作ってんですよ、ここで。大豆。大豆を食べて、元気で山登って。そうだよね。お待たせしました。550円の返しです。どうもありがとうございます。お味噌は売れないんですよ。なかなかね、食品法の。食品法です。じゃあ900円で5000円預かったから、はい、4100円返し。はい、どうもありがとうございます。まだあっち、あっち。テレビでおなじみの大豆。じゃあ上がりましょう。閉めちゃいます。うん、閉めちゃいます。気合入ってください。